はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはるです。今日はついにやってきました、こちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイトのデラックスハイパー無敵ガシャットです。はい、ついにやってきましたね、仮面ライダーエグゼイトの最終フォームに変身するためのガシャットですね。はい、早速開けていきましょう。はい、いやーぼーでんでんでん、かっこいい。はい、こちらがハイパー無敵ガシャットですね。すごいね。うん、いやこの部分、この前面が金メッキになってて、この辺りはクリアパーツになっておりますね。はい、こりゃ男の子大好き系ですね。そうだね、こりゃすごい豪華。豪華だね。あとこのスイッチまで金ピカだよ。あ、そうなってますね。うん、これがボタンみたいです。うん、じゃあ絶縁シートまず取ってください。はい、せーの、ボタン押してください。せーの、ハイパー無敵。はい、患者の運命は俺が変える。おう、変身。おう、大変身。おう、大大大変身。大大大大変身。大大大大大大大変身。はい、大すごい、マックス大変身。おお、ハイパー大変身。ああ、ハイパー大変身って言って変身するんだ。すごい、大大大大大変身。じゃあゲーマードライバーにセットしてみましょう。まずはやっぱりマキシマム ITX を、そう、それをセットしてハイパー無敵にしたいので、はい、それをまずやりましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、ハイパー無敵。でここにセット、ドッキング、ドッキングって言ってた。うん、で上の発動ボタンを押す。めっちゃ音いいんだけど、うん、豪華だ。すごい音良かった。なんでかというと、こっち側にスピーカーがあるからね。うん、すごい音良かった。でこっちのはーって見事にマッチングしてたね。うん、いい感じじゃん。下にマキシマムゲーマーがいて、そっからパッカーンと無敵ゲーマーが出てくるんだね。うん、なるほど。じゃあ次必殺技やってみましょう。はい、じゃあ次はまたここ、はい、せーの、すごい、すごい。もう一回やってみよう。究極の一発。すごい、究極の一発出た。究極の一発。完全勝利。おー、なった。結構かかったね。うん、究極の一発と究極の一発、完全勝利とある。この2パターンがランダムでなるみたいですね。うん、変身した状態でこのボタンを押すと M の音声が流れるみたいです。お願いします。はい、ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。次は超強力プレイでクリアしてやるぜ。ああ、ダブルアクションゲーマーだこれは。うん、あ、俺の運命は俺が変える。俺の運命は俺が変える。以上の4種類ですね。はい、音声が入ってました。うん、蓋をまず閉じます。はい、押さえながら引き抜くんだって上に。せーの、ドン。あ、そうですね、これは同じだ。はい、ね、はい、続いては無敵モードっていうのをやってみましょう。まずはスロット1にマイティアクション X ガシャット、でスロット2にハイパー無敵ガシャット。はあ、あ、これごめん、閉じてた。あ、開いてた。で、開くと無敵レベルアップ。
モード終了。はあ、そういうことですか、うん、10秒間だけという。なるほどね、うん、じゃあ次は決まらずスロットホルダー、はい、せーの。押しにくいけど、おお。一発で出たよ、こっち。続いてガシャコンブレイカー。ガシャコンブレイカー、せーの。ちょっと難しいかな。連発したよ。さっき全然出なかったのに。はい、じゃあ久しぶりに変身対決をやりたいと思います。はい、ハイパー無敵変身ですね、うん、じゃあ進行お願いします。まずハイパー大変身。ハイパー無敵。あんま動きなかったけど、また、うん、じゃあパパよろしくお願いします。ハイパー大変身。ハイパー無敵。うれ。どうだ、ハイパー無敵ゲーマーとは俺のことだ。テレビ本編より先に登場したぞ。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのディラックスハイパー無敵ガシャットでした。ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価をグッドライク押してくれ、はい、そしてぜひお友達にも教えてくれ。よろしくね。チャンネル登録もよろしく。よろしく。ということで今回は以上でございます。テレビ本編より先に。最後も私焼けた顔で見てたんだけど、それでいいのかな。